こんにちは、ホテル暮らし YouTuber の静香です。今日は沖縄の那覇にあるハイアットリージェンシーに宿泊しているんですが、今ねお風呂を上がったところで、今日はナイトルーティーンを撮影していきたいと思います。さっきまでね、このスケスケのバスルームでちょっとお風呂に浸かってゆっくりしていたんですけど、今はねもうナイトウェアに着替えてこんな感じです。はい、見えるかな、バスローブから着替えてナイトウェアはこんな感じです。はい、ちょっとスキンケアもやっていきたいと思います。私はいつもお泊まりの時はこういうような小さい無印のやつを使っています。はい、乳液もこんな感じです。ボディクリームはジョーメロンです。最新です。なんかペットボトルを逆さにするだけでいいやつですね。ちょっとコーヒーを入れていこう。何にしようかな、いっぱいあるんだけど、カフェインレス、夜寝る前だからカフェインレスコーヒーにしたいと思います。ポートポーっとしてます。お部屋は広いです。ポーはいつもホテルの朝食を楽しみにしてます。私は夜寝る前はコーヒーを飲むことが多いです。ということで私のナイトルーティーンでした。今日も見てくれてありがとうございます。また明日の動画でお会いしましょう。バイバーイ。君の魔法が輝いて僕の心を静かに照らす、キラキラ光る星のような君の魔法は眠ってる。少し昔のある話、君と僕が出会ったあの日、キラキラ光るそのページを君とめくる物語。